地元プロスポーツ応援スポイチ NTP 名古屋トヨペットの提供でお送りします。このコーナーは自らの限界に挑戦し続ける地元プロアスリート団体を徹底取材し、そのスポーツの魅力楽しみ方をご紹介していきます。今月は男子バスケットボールです。 B リーグ B1 地元プロバスケットボールチームファイティングイーグルス名古屋を特集しています。今日も練習場のトヨタ通称緑体育館にお邪魔し、選手へインタビューを行っていきます。第4回の今日は今シーズン新たに加入いたしました背番号6番根頃慎之助選手です。根頃選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、根頃選手のプロフィール簡単にご紹介しますと、はい、大阪府出身の36歳、身長195センチ、大阪府立岸和田高等学校から天理大学に進学、その後2010年にパナソニックに入社、そして和歌山、兵庫、大阪、三河、三遠、そして今シーズンから名古屋に移籍されました。根頃さん、はい、改めてまだシーズン始まってませんけども、このチームの雰囲気というのはどう感じてらっしゃいますか？いや、本当に昨シーズン多分 B1 に上がってきて、で今シーズンみんなで絶対次は CS に向けて勝ち進むぞっていう意気込みの中で、やっぱ去年は多分 B1 に上がった選手とほぼほぼ変わらない選手だったんですけど、今年やっぱ入れ替えて、結構よく若手のこれから来そうな選手をやっぱり取ってるなっていうのもあったりもしたし、まあこれからどんどん CS 向けて頑張るぞっていう意気込みがすごい伝わったのもあったので、僕もぜひ一緒にその中に入って頑張りたいなって思う気持ちで来ました。あの、何チームも渡り歩いていらっしゃいますが、移籍するたびに思うこと、はい、心がけることっていうのは根頃選手の場合どんなことなんですか？若い時はやっぱりこうやってやるぞじゃないけど、まあがむしゃらに絶対に活躍してやるぞっていう思いがやっぱりあったりはしたんですけども、今回は、まあ僕もまだ若手には負けたくないっていう意気込みは、まあ、もちろん持ってますけど、はい、それ以上にもやっぱチームとして自分の役割じゃないけど、ベテランとして若手を、まあ、育成も踏まえてチームを良くしていく、強いチームにしていくぞっていうところも自分には多分課せられてると思っているので、はい、そういった部分もやっぱり思いながら移籍はしてきました。はい、川辺ヘッドコーチから各選手への期待も伺ってるんですが、はい、根頃選手にはバスケ IQ が高いベテラン、はい、コートの中でも外でも期待しています、はい、コミュニケーション能力の高い選手ですと。いやいやいや、もう全然ですけどね、まあ謙遜しますって、はい、この根頃さんのその明るさで、はい、どん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 コミュニケーション取っていって、はい、若い選手もいろんなことが言えるような空気作りをされるんだろうなと思います。はい、僕もまあでも全然、まあ舐められてる部分はあると思うんですけど若い選手には完全に、おい根頃みたいな感じなとこもあるんで、まあだからコートオフの方がやっぱむしろコート外の時の方が仲良くはしてる部分もあるから、それも大事だと思ってますし、やっぱ僕一番上なんで、はい、最年長がやっぱり上から言うんじゃなくて、やっぱどちらかというと僕は親身になってやった方が、今までの選手経歴でも僕も思うんですよ、やっぱ上からガッていうやっぱ先輩方もいたりもしたし、そうしたらやっぱ下ってやっぱ萎縮したりもすると思いますし、そうじゃなくてやっぱりこう、まあ僕の中にもすごい尊敬する先輩方もいたんで、その先輩方はどちらかというと寄り添うじゃないけど、やっぱ背中は見せるじゃないけど、自分のやってる努力だったり自分のルーティンだったりとかっていうのを黙々とやって、でなんか後輩が下が悩んでるなと思った時にやっぱすごいアドバイスをくださった先輩方を僕も見てきたんで、それを僕はこういう先輩がいいなってなろうっていう思いだったり、そういう姿をかぶせてるじゃないですけど、はいはい、自分もそうやってなれたらなって思って、まあ、行動しているつもりです。はい、スポーツの世界だと当然上下関係も厳しくてというイメージですが、はい、プロの世界で長年やってこられて尊敬される先輩方というのは、はい、上からガツンタイプよりも寄り添いタイプの方が、はいはい、多くさらにそこに惹かれたということですね。そうですね、まあまあ時代もあると思うんですよ。そうですね、僕はでもまあそうやって背中で語る先輩に憧れた部分はやっぱ大きかったので、さあさあ、何と言いましても、はい、いよいよシーズンが始まりますが、2023-2024シーズン、はい、まず根頃選手個人としての目標を聞かせてください。はい、いや本当にこう、まあ僕も36歳になるんですけど、やっぱり
コート外コート内でも一番ハッスルチームで一番エナジー持ってプレーしたいなと思ってますし、まあ本当に若手に負けないように頑張っていきたいなと思ってます、うん、はい、チームとしてはいかがですか。いや、もう本当に僕来た限りやっぱ CS には絶対連れていきたいなっていう思いもありますし、自分自身もやっぱ選手としての価値を上げるには CS 出るのが一番大事だと思っているので、うん、まあ、そこに絶対チームとして出たいなと思います、はい、チームとしてやはり勝ちを重ねていって、はい、そういったポストシーズンも出ていってとなると、やはり経験値というのはどん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 積まれていきますよね。そうですね、やっぱもう CS 出るか出えへんか僕は全然違うと思っているので、はい、そこに出れるようなチームにしていきたいなと思ってますし、はい、やっぱ太蔵さんもやっぱそれを一番に目標に掲げているので、まあ、それをしっかりみんなでチーム選手一丸となってそこを、はい、達成できたなと思ってます、はい、分かりました。それでは最後にリスナーファンの方々にメッセージをお願いします。いや、本当に今年の FE は去年と一味違うと思うので、ぜひ会場に一緒に来て戦ってください。よろしくお願いします。はい、根頃選手今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後感じました。ありがとうございました。来週もファイティングイーグルス名古屋から選手が登場します。佐渡原亮選手にお話を伺います。NTP 名古屋トヨペットは車を販売するだけの会社ではありません。車検、点検から保険、携帯電話の販売、マリン事業への取り組みなど、暮らしを楽しむもの、こと、経験をお届けします。行ってみようよ名古屋トヨペット。地元プロスポーツ応援スポイチ NTP 名古屋トヨペットの提供でお送りしました。